お父さん、もうやめよう。どうした、ケンジ。まだやったばっかりだろう。うん、もう綱引きの練習いいから帰ろう。なんでだよ。すぐ音を上げちゃダメだろ。お父さん、いいから帰ろう。もう飽きたのか。来週、綱引き大会があるんだろ。それを音を上げてどうする。何事も本気で頑張りなさい。お父さん、違うよ。なんだ。お父さんが弱いからだよ。お父さんが弱いからだよ。ん？お父さんすごく弱いから練習にならないからだよ。な、何言ってる。何？お父さん弱くないぞ。お父さん今本気で引っ張ってるでしょ。うん、本気じゃないよ。本気だよ絶対。姿勢とか顔とかなんかめっちゃ本気だよ。本気じゃない。ケンジこそなんで全然引っ張れないんだろうこれ。うんうんうん。ケンジ、なんか重りとか持ってる？持ってないよ。半分の力も出してないよ。え、なんで？おかしいと思ってたらなんかしてるな。してないんだよ。僕まだ中学生だよ。お父さんを超えたくないよ。お父さんはお父さんのままで尊敬していたいよ。きっとこれに勝っちゃったら僕お父さんを見下してしまう。何を言ってるんだ。お父さんもまだ2割も力を出してないぞ。嘘だ、絶対本気だ。いや本当だ。じゃあ本気を出してよ。本気を出して僕を任してよ。お、任せてよだと？任しなさい。つまんないよ。この昆虫ショー。ダメじゃん。ダメだな。まあ、本気じゃないけどね。本気だったじゃん。昆虫ショーって言ってたじゃん。絶対本気じゃん。本気の人は昆虫ショーって言わないよ。言わないよね、普通は。お父さん言ってたよ、本気出しすぎて。だったらケンジこそお父さんを任すことができるんだったら任してみない。ああやめてやめて、そんなグイってすんのやめて。ねね、全然勝てるでしょ。まあ負けてはない、負けないけどね。お父さんは負けないでほしいよ。僕もそうだな。じゃあ今日の練習はここまで。もうやれないしね、これから。ドーナツのドー、チャーはチャネトロコチャー、ミーはみんなのみ、チャーはチャネトロコチャー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 、チャンネル登録しましょう。